ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。どうミルクサトウです。お願いします。さあ今回も行ってみましょう。こちら2021ゲームモデル戦術モックアップ川崎フロンターレ編でございます。やってまいりました。このねショートバージョン新シーズン戦術スペシャルということでございますけどもね、ブレイクスルーザシージ、シージ、おう、そうです。要は包囲網を突破せよっていう。あー、あ、そう、かっこいいですね。はい。今年というか、まあ、当たり前の話として、はい、これは日本でも世界でもそうだけ ど、はい、優勝したチームってのは他からもめちゃくちゃギロギロ見られてます。なるほどね。はい、はい。さらに、今年2021年は、うん、正直全世界で、日本だけじゃなく、はい、みんなお金がありません。はい、はい、はい。どこの国だって一部リーグに留まれば、入ってくるお金は、ちょっと結構ありますから、うん。そう、その中でもね、それはそうだね。だからみんな、優勝もそうなんだけど、うん、何としてでも残留した1年なんですよね。うん。そして降格が4つありますからね。そうなんですよ、うんうん。なんで川崎に勝つは確かにもちろんみんな目標にはするけど、それどころそれだけじゃなく、うん、最悪引き分けるとこれってので、うん、クリンチされることが多いってことですね。めちゃくちゃガチガチに攻め守ってきます。ああ、なるほどね。はい。そうやって対策されたところで、川崎が一体去年並みのね、能力をどこまでこう出していけるのかってことが、あると。わかりました。今日はそれをちょっといろいろね、資料1個目でね、短め先生がやってくれてるのがこのモックアップでございます、はい。ということで行ってみましょう。2021、川崎こちらです。ドーンってました。はい。はい。左から、2021の、まあ、番手みたいな感じですね。はい、それぞれのポジションを書いておりまして、で、真ん中に、まあ、戦術的な話。で、うん、右上に、それをね、図解化したものを、右下は、ただの CM という形で。はい。はい、前回までのね、こういうのが出てますよ、という、はい。ただね、意味のある CM だから、これ、川崎の皆さんにとって ね。サムネかっこいいんだよね、これね、うん。ありがとうございます、はい。はい。左側なんですが、まあ、2021年のベースのメンバーを見ていきましょうと。うん、はい。まあ、ゴールキーパーはまあチョン・ソン・リョン選手筆頭にまあ4人いますが、うん、まあ不測の事態も起こりうる可能性はありますが、基本チョン・ソン・リョンでしょう。はい。で、センターバックもまあ谷口ジェジエウといて、まあ、山村がいてっていう状態なので、まあこれだけでも相当だし、あと車屋選手とか、あと神谷選手、塚川選手、できる選手はね、結局6人ぐらい今揃えてる状態なので、うんうん、去年よりかは全然状態としては良さそうな気はしますね。はい。はい、でただ問題なのはサイドバックで、うん、開幕の段階、上里選手が怪我でいません。うん。おそらくは車屋選手がやることになると思うんですが、はい。もしかするとあり得るかなと思ってるのが、大卒2年目の神谷選手。はいはいはい。私、激推しなんですけど、うん、去年から。うん、ぜひもう出て、スタメンで出てほしいってぐらいの選手なんですが、ほうほうほう。1年間フィジカルをずっとね、大卒1年目のなんか出場出なかったんで、そこずっと整えてきて、今年は今サイドバックのレギュラー争いしてますから、ちょっと楽しみなんですよね。うん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 、ロングフィード逆サイドにギャンって展開してくれるんじゃないかと期待しております。あら、はい。そして中盤、まずはアンカーですが、まあ、シミッチ、塚川選手ですが、おそらくはシミッチ選手スタメンかななんてことをちょっと考えております。やっぱりそうなんですね、名古屋から加入のシミッチ選手。うん、ただ、塚川選手をアンカーに入れて、例えばディフェンスのことを考えると、塚川選手ディフェンダーもできますから、うん、守備の時は谷口ジジエの間に降りて3バック形成なんていうことにしても結構ね中央のブロック気づけそうかなと思っています、はいはいはい、そしてインサイドハーフには、まあ、大島、田中碧、立花田、小塚、脇坂、うん、もういろんな選手いますから、まあ、大きな問題はここは起こらないでしょうと、うん、はい、前線はもう何を言っていいのかが分かりません。私は盤石すぎるぐらい盤石ですね。知念が3番手ってどういうことなんだろうと思いながら。そうですね。福岡で無双してた遠野選手も帰ってきましたしね。そうですね。富山の終盤戦でも無双してた宮城選手もいますから。本当だね。いや、これは誰が出ても。さすがチャンピオンチームといったところですね。そうですね。プラスレンタルでね、徳島に行ってる宮代選手含めたら、ワード10人ってなんだいと。本当ですね。レンタルバックも大成功でしょ、これ、成長して。そうですね。なんで、いずれの選手も、はい、めちゃくちゃ相手からしたら怖いので、うん、ということで右上皆さんご覧くださいと、はい、これ手前いわゆる下から上に攻めようとしてるのが川崎フロンターレで、うんうん、はい、まあ、ある意味では上から下にというか、まあ、5-4-1 みたいな状態で守ってるブロックし作ってるなって思われるのが相手チームだと思ってくださいと、うん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 、こんな感じで。そのぐらいで引かれる可能性が多いってことですよ。そうですね、うんうん。もうディフェンシブサードに、全選手いる時間帯が多いか、または、センターフォワードタイプの選手だけ相手はね、一人だけ敵陣に置いて、もう他9人とか8人とかで守るってのがもうそうだなっていう状態なんですよ。ええ、ええ、ええ。だ
だから難しいのが、はい、あのポジトラとかネガトラっていう概念がちょっと難しいですね、川崎はね。うん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 、スラックはもうがっちり守られるとかっていう時間が多い。ポゼッションの時間が多いってことでしょ、要はね。そうですね。うんうんうん、だもう大体川崎と戦う場合は6割川崎持ってて、相手4割とかっていう風になっても、それはもうおかしかないかなと思ってるんです。うんうんうん、だから川崎はもうもうほとんどこれで、ほとんどのチーム、19チームがこういう守備の陣形をやってくる可能性はとても高いからこそ、うん、川崎は相手こんだけ引いてる状況でどれだけ崩して、点を取れるかっていうことが今年の優勝するためのポイントにはなってきそうです。はいはいはい。ともすれば ACL 勝つ方が楽かもしれません。あ、向こうもグイグイ来るからね。うん。ああ、そこをこういなしていなしてかわして外して外してずらしてずらして入れるのことができるから。そうなんですよね。はあはあ、なるほど。なので川崎が今年 J リーグの中でやらなきゃいけないこと、うん、極論を言えば、うん、前半に得点いらないかもしれませんね。はあ、極論で言います、あえて。これは何をか、うん、なぜこれよく皆さんダゾーンでやられている、うん、内田篤人のフットボールタイム、はい、ご覧になっている方は分かると思うんですけど、うん、内田さん解説するときによく言うんですよ、うん、こうやってぐん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 崩していくアクションを徐々にやっていけば90分間ずっと保ってられるディフェンスラインだってありませんから、ね、ああ、なるほどね。っていう話があるんですよ。はいはいはい。確かに世界中存在しないんですよね。90分間ディフェンスラインが整ってるチームなんてのは。だから疲れもあるし、そうなんです。集中力もね、隠し、うんうん。だから45分間相手のスタミナとか、いろんなね、もうぐちゃ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 こう動いて、相手のディフェンスライン混乱させて、今年も途中交代5人可能ですから、途中で入ってきた選手たち使って、ディフェンスの突破していくっていうのは結構手だなってのは、まだ感じますと。そしてこれよく見てみるとこれ川崎に関してはちょっとまた別途動画いくつか出したいなと思うんですが、はいはい、レーンが5個じゃないんですよね。はあ、7あるんですよ。はあ、これだって先生が勝手に引いただけでしょ。そう、ただそういう風な考え方で川崎は今やってるんじゃないかと先生が思ってるわけ。そうなんですよ。これ去年にもよくやったんですけど、はあはあ、例えばの話で、はあはあ、左からいきますね。この水色側の方、右上のやつ。そう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 。一番左のレーンにはよく三笘選手とかがいるんですよ。はい、はい、この辺ですね。はいはいはい。そのちょっと内側、いわゆる右側の方に、はい、ここですね。はい、左サイドバック、まあ主に上りだと選手あたりが入ってくるんですよ。はいはいはい、でそのもう一個右には左のインサイドハーフの選手がいて、はいはいはい、まあ、要は左のウイングとインサイドハーフの間に左サイドバックの選手が入ってくるっていう形ですね。うんうん、なるほどなるほど。そうそう。インナーラップってやつですか。じゃあそういうことでございます。で、ね、黒けたから、はい、なんで今ちょっとこの話ちょっとしたいことがありまして、はい、ほうほうほう、要は7個のレーンっていうよりも、うん、左側3レーンみたいな感じで考えた方がいいかなと思うんですが、この状態で見ると、川崎側は左のウイング、そしてサイドバック、そしてインサイドハーフで3人いて、相手のサイドバックと、うん、ウイングバックとセンターバックの右側の人。うん、そしてあとは、まあ、後ろにこの2人ってことで、だいたい3対4、うん、川崎3で敵が4っていう状態になるんですよ。うん、これで見ると数的不利だなと思うんですが、うん、今この盤面から、うん、はい、川崎のボランチの選手とセンターフォワードの選手が左側にスルスルンってもしずれてきたら、うん、さてどうなるでしょうって話なんですね。うん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 、川崎さんアンカーってことでしょ。そうですね、アンカーとセンターフォワードが左に来ると2人増えるもんね。はい、だから3対4に見えてたものが、よく見ると5対4になる。5対4ですわ、こうなったら。はいはいはい。川崎はどのチームよりも鳥籠がうまい、鳥籠のパス回しがうまい。ロンドンに切り替わったら失わないってことですね。そういうことですね。はいはいはい。で、5人で数的優位作って片方のサイドを制圧して突破して、はい、そうすると左サイドのディフェンス裏に誰かが抜け出すことができるから、はいはいはい、あとはそこからマイナスの折り返しに右のウイングの選手とかが反応してゴールを決めていくと。なるほど、うん。なんかそんなシーンをよく見た気がいたしますね、結果的に。そうですね。だからなんか感覚で言うとちょっとテニスに近い感じがあって。テニス、はい。例えば皆さん、テニスやられたことあるから卓球とかでもいいんですけど、相手がどっちに来るか、どっちに打ってくるかわからないから、基本は真ん中に位置取ったりするんですか。ああ、そうですよね。はい、そうそう。はい、ってので、今からどっちの攻撃するかまだ分からないよってするために、センターフォワードの選手と、川崎のね、センターフォワードの選手と、アンカーの選手だけは最初真ん中のレーンにずっといておくんですが、右でボール回しますよとか、左でボール回しますよってことが分かったら、そっち側にスルンとずれてって、数的優位を上とね、前と後ろで、
前、後ろ、真ん中で作り出して、片方制圧してやっていくなんてことをやっていきそうだなと。なるほど。理論上は非常に理解できました。うん。あとはこれまた細かくどっかで話してはいきたいなと思うので。なるほどね。こんな感じでね、全体で数的優位を作るっていうのはちょっと難しい話になってくるだろうから、片方のサイドの片方の部分の一点突破で、人数ね、うまくね、崩してやっていく形になるんじゃないのかなと思っております。この両インサイドハーフ内側のね、要は3連目ずつですよね。ここがポイントなわけですね。はい、普通はここを真ん中の連として、3つ、1個、一かかりにしちゃうところを、ここを3つに分けてると。うんそういうことですね。なるほどね。はい。はあ。あと、これだとね、よくあるのが、つってもセンターバック2人しかいないんだから、はい。いきなりボーンってこう、ボール取られたら。その弱さはあるように見えちゃいますけどね。そうな。ただ、アンカーの選手ができる限り後ろのポジションを取っておくことになって、うん、なるほどね。センターバックがちょっとサイドに開いて、うん、アンカーの選手がセンターバックの真ん中に落ちてくれれば、少なくとも3バックは形成できるっていう。ね。でもこのアンカーはやっぱり選ばれた人間しかできないんじゃないかっていうポジションでしょ、そうですね、ここのワン、ね、一人だから、はい。なんでこう考えると谷口選手、谷口翔吾選手がここやったりとか、もしくはセンターバックできる塚川選手がやるのが良さそうだなっては感じます、ね。そういう意味でも補強されたということなのかもしれないですね。はい。という感じでやってきそうですと。あ、ちょっとなんかこれで見てみたくなってきました。それよろしくお願いします。あ、ありがとうございます。そしてこの川崎の動画の、はい、まあ、前日に、下、うん、右下ですね、うん、岩田通り横浜 F マリノス開幕戦の相手の、はい、先日モックアップ出しているのと、はい、翌2月18日木曜日には、はい、ガンバ大阪の方、いわゆるゼロックスで当たるチームですね。の戦術動画も出して、出すことになるので、できれば川崎の皆さんを見ていただけたら嬉しいなと思います。だからこの順番で先生仕込んできたわけですね。そういうことでございます。ありがとうございます。あと金曜の夜にはちょっとプレビューも、うん、ゼロックスのプレビューなんかも出せたらと思ってますので。はい。はい、ぜひよろしくお願いいたします。先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。開幕に向けて、さらに楽しみになってまいりました、J リーグでございます。こういうシーン続けていきます。ミルクサッカーアカデミー、いろんなことを前に続けておりますのでね、ぜひチャンネル登録の方は今、高評価もこの動画でもし、よろしくお願いします。嬉しいです。井上までございました。どうミルク佐藤でした。また明日聞いてください。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。